どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、4月10、11日に行われましたジャパンレプタイルズショー in 横浜での宣伝紹介をやっていきます。はい、今回もね、はい、初日のイベントにね参加させていただいたんですけども、先日投稿した前編の方ではね、仲良い爬虫類 YouTuber さんがね購入したものを1点ずつ、はい、紹介でねさせていただいたんですけども、今回はね僕が購入したものを紹介させていただこうと思います。今回もね、はい、それなりに購入してきましたので、こちら1点ずつ紹介していこうと思います。それではご覧ください。無理や、どうぞ。はい、ではまずね1点目なんですけど、はい、こちらね毎度おなじみジェックスさんのね手提げ袋から出てくるのは、あ、まず1個目はねこちらちょっとねいただき物ですね。はい、こちらね素敵なお手紙とカメレオンのシールとかがねいっぱい同封されたねセットをいただきました。ちょっとねこちら早速開けてみますね。はい、こんな感じでね、はい、この可愛いカメレオンのステッカー、めっちゃ可愛い、このなんかカラフルなデザインの、うわ、しかもめっちゃ入ってるわ。はい、続いてねちょっとリアルなこちらパンサーですかね。はい、パンサーカメレオンのステッカーだったり、あ、これはちょっとねなんかアメリカンな、なんかそうですね、海外のなんかアメリカのね漫画みたいなデザインのねちょっとグロ可愛い感じのシールだったりとか、あ、これはようわかんないですけどなんかね、はい謎のおばちゃんのシール、はい、こちらと、誰やこれ、なんでこれ入れたんやあとはですね、これはこのシールのね会社のハガキなんですかね。はい、あとはね、はい、こちらね可愛いお手紙もいただきました。これはね後ほど後でゆっくり読ませていただきます。はい、まずこちらいただきました。続いてはですね、すいません、またいただき物です。はい、こちらね、なんとねこれ、はい、またねこのジャクソンカメレオンのぬいぐるみをね、はい、いただきました。はい、ペアになりましたこれで。ということでこれもね、はい、もう新しく僕引っ越しするんでね、新居の方にねもうバチバチ飾らせていただこうと思います。でこれだけじゃなくてね、なんともう一個、これね見てください、これこれカメレオンのねこのフックレプタイルズマグネットっつってね、ここメモ帳ついてて、ここのフックにね家の鍵とかをかけれるらしいんですよ。これもね同じ男の子にもらいましてね、もうカメレオングッズがどんどん増えてってね、めちゃくちゃありがたいです。本当にありがとう、嬉しいです。これもね新しい家で壁にかけてね、もうめちゃくちゃ使わせていただこうと思います。もう本当にねいただき物ばっかりで申し訳ない。じゃ続いてなんですけど、こちらです。はい、こちら爬虫類 YouTuber のラフチャンネルの有馬さんから、なんとね、はい、新しく作ったねステッカー、こちらポケモンカードに入れて、まあ、こちらポケモンカード今回僕はね、はい、こちらワンリキーでした。はい、ケタグリーとワンツーパンチですね。はい、まあ、これはねおまけとして、はい、本命はねこっちですね、ラプタースーパーマックスの、ホワイトアウトゴースト、全部ね3種類いただきました。いや、このステッカーもね可愛くてね、そう、またね僕も冷蔵庫とかにね貼らせていただこうと思います。いや、有馬さんありがとうございます。はい、もういただきのが止まらないんですけど、はい、続いてはこちらですね。はい、この袋にね入っているものは、はい、イオレイズでーす。いや、もうマジでね、しかもこのイオレイズをねかける2個、またいただいてしまいました。実は2個だけじゃないんです、なんとこれ、はい、3、4、はい、4イオレイズもね、これ別々の方から2個2個でね、いただきました。もうイオレイズ家ありすぎるんですけど、まあ、こんなんはね、なんぼあっても嬉しいんで、いやもう本当にありがとうございます。なんとさらにですね、こちらね、はい。はい。はい。ということで、6イオレイズ、しかもね今2個の追加したのはこれね、ピコレイズです。いや、またね A ステージ代表のね安西さん、としさんがねあのイベント仕事で来られてて、でまたねおいピコレイズいただきました。はい、これはねもうお二人からねまたプレゼント企画のね追加でね使ってくださいということで、もうこの動画出てる頃にはねもう当選者発表されてると思うんですけど、配らせていただくこととなりました。いや、もう本当に A ステージさんいつもありがとうございます。はい、では続いてね、いただいたものは、もういただいたもの言うてますけど、はい
こちらね、もうね、僕の動画いつも見てくださってるね、方でね、僕の視聴者のことをね、ピコラーって言ってくださってる方がいるんですけど、そのね、ピコラー代表の方からね、僕の大好きなね、札幌黒ラベルの500ミリをね、会場でね、もうこの袋に入った状態で、でね、無言で渡されました。はい、これはね、マジで後でキンキンに癒してね、編集終わり次第もグイッといかせていただきます。ありがとうございます。はい、続いてのいただき物はもうね、ちょっともう今回マジでいただき物チャンネルになっちゃってます。すいません。はい、まだもうちょっとだけあるんでお付き合いください。はい、続いてはですね、こちらね、ガチャガチャ、中は何かというと、はい、こちらね、チラッと覗き見レオパたちっていうね、あ、マックスノーですね。マックスノーがね、こうやってね、チラッと覗いてるやつ。なるほどね。こうやってね、壁紙とセットになってるわけですね。はい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 。こういう感じでね、壁から覗いてるようなデザインのね、はい、フィギュアをね、こちらガチャガチャのやつをいただきました。はい、ありがとうございます。これもね、冷蔵庫の上にね、飾らせていただきます。はい、じゃあ続いてはですね、はい、これはね、普段から仲良くさせていただいてね、ニョロニョロさんっていうね、特権のブリーダーの方からもらったね、何やこれよくわかんないですけど、アゲハチョウかなんかのね、イモムシのガチャガチャのフィギュアですね。はい、これプニプニしててね、ちょっと気持ちいいんですよ。はいっていうよくわかんないものもいただきました。はい、ということで一応ね、いただいたものは以上です。はい、こっからね、ちゃんと僕が購入したものを紹介していこうと思います。はい、まずはですね、こちらの袋にね、入ってるもの、はい、これはね、はいはい、イオレイズをね、2個今回買いました。はい、いつも通りね、1イベ1イオレイズということでね、もう今回ちょっともうイオレイズの量やばいっすね。これ何やってんだ俺は。はい、このいただき系とね、いただいたイオレイズとね、はい、合計すると8イオレイズ持って帰ってきました。これカバンの中で結構重かったです。はい、でもね、嬉しい重たさということで、はい、2個ね、今回購入してきました。はい、では続いてはですね、はい、こちらはね、イエコの SM サイズ。あ、これ大体ね、100匹ぐらい入ってるんですかね。これでね、なんとお値段600円だったんですよ。めちゃめちゃ安かったです。はい、では続いてはですね、はい、こちら、月夜のファームさんのコオロギフードです。いや、これね、僕ずっとイベントでね、買おうと思ってたんですけど、最近ね、月夜のファームさんが出店イベントされてなくてですね、今回なんと小林昆虫さんの方でね、代理で出品してたので、今回こちら購入してきました。これね、コオロギ、うちのコオロギに与えてるんですけど、これね、匂いも比較的抑えめでね、バクバク食べてくれるんで、めちゃくちゃ重宝しちゃいます。では続いてはですね、あ、同じく小林昆虫さんで購入しました、こちら、昆虫スナック極東サソリでーす。はい、またね、あの配信の方でね、はい、美味しくいただきますので、それもね、皆さんはぜひお楽しみにということで、はい、ということで以上となっております。いや、もう今回購入したのはですね、もうコオロギとコオロギの餌と、食虫だけというね、あとは全部もういただき物になりまして、はい、もう本当にね、ありがとうございます皆様。ということで今回のイベントもですね、たくさんの方に声かけていただきまして、もう本当にね、お写真とかもたくさん撮らせていただきまして、ありがとうございました。しかもね、カメレオン好きのね、方たちでね、こう集まってこうね、意見交換とかさせていただいたりとかでね、そのね、カメレオン好きの輪が広がっててね、それもまた嬉しかったですね。うん、あとやっぱ子供たちがね、こういうね、フィギュアくれたりとかね、動画見てますってね、ちょっとなんかこれね、男の子とかはね、大体照れながらね、あのお母さんにね、こうやって引きつられてこられてね、あんたもういつも見てんねんから、あの話しかけーなーみたいな感じでもじもじしててね、でも僕が写真撮るかみたいな感じで言ったら、もうこんな感じで隠れるっていうね、もうあれね、めっちゃ可愛いんですよね本当にね。逆に女の子とかはね、あのね、小学校高学年になったら結構しっかりしてね、もう皆さん普通にね、あの、あ、いつも見てます、頑張ってくださいとかってね、結構ね、ハキハキね、言ってくれるんですけど、男の子はもう照れて照れて本当にね、めちゃめちゃ可愛いんでね、そういうのもね、ちょっと癒しになってね、はい、今後動画作っていく上でのね、パワーになりました。はい、そんな感じで本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。あっ、ありがとうございました。